こんばんは。さあ始まりました、リーマル社長のライフトーク。司会のリーマル社長こと安田理です。そしてはい、リーマル社長の夫でありビジネスパートナーの小島です。お願いします。はい、そして美人岡田でございます。お願いします。お願いいたします。この番組では毎回素敵なゲストの方をお招きして様々なお話を伺ってまいります。それではリーマル社長のライフトークスタートです。改めましてリーマル社長こと安田恵里です。いじり岡田です。はい、小島るです。なんかね、あの狭いちょっとこっちに寄りすぎちゃったな。いや今日ね2人鎖いますから、ね、いいですか、ここの位置でもうちょっとここがくっついていただいて。ほらでも安心でしょ。安心、ね、うん、守られてるね、うん、大丈夫、もう慣れたね。もう慣れました、はい、今日優しい芸人さんだと思う。優しい芸人さんだと思いますので、はい、楽しみです、はい、ではあの早速、はいはい、ゲストの方をご紹介させていただきたいと思います、はい、お笑いコンビデコパの松陰寺太勇さんとシュウペイさんです。やーい、どうもデコパの松陰寺シュウペイさん、どうもありがとうございます。そしてこちらがどうもシュウペイです。ありがとうございます。挨拶だけでもう尺半分なんですよ。その終わりですかこれ。短い番組なんで。ちょっと勘弁してくださいよ、お願いします。これでも短くした方です。本当ですよ、もうショートショートでね。我々も改めてちょっとご紹介をさせていただきたいんですけども、はい、今回のゲストぺこぱさんですが、2019年の M1 ではなんと3位という実力派のお笑いコンビです。松陰寺さんはご出身でもある山口県のふるさと大使としてもご活躍をされていて、シュウペイさんは神奈川県出身で、お二人の出会いはバイト先の先輩後輩だったそうです。あ、そうですね、そうですね。先輩はどちら。僕です。あーやだ、もう先輩じゃなくてできないですから。できないね、この動きはついていない。どうもありがとう、よく言ってくれたぞ後輩。ありがとうございます。もうでも何年前だもんあれ。そうですね、僕が20歳でお笑い始めて、まあその1年前ぐらいに出会ってるので。1年ぐらい。そうですね、え、僕がもともと鳥吉渋谷道玄坂店っていう居酒屋でずっとバイトしてたんですけど、はい、そこに入ってきた新人が彼だった。そうですね、当時19ぐらいだよな。そうですね、はい、そんな若いですよ。でも当時もう渋谷だったんですけど、僕雑誌でしか見たことないギャル男だったんですよ。流行りましたからね、FQとかメンズ X って、ね、流行ったじゃないですか。 あの時のもうまさにロッケみたいな感じ。そうです。居酒屋で結構薄暗いじゃないですか、はいはい、で肌も黒いんでどこにいるか分かんないぐらい。ここでーす、僕がピンポンって押してね、そう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 、どちら様ですか、お客さんじゃないのに。面白い。でその時に洗い場にたまたま初めて出勤した日にいて、そうですね、担当がちょっと洗い場最初ね新人だったんで、はい、で僕が食器もって下がってきたら、新人が洗い場にいて、はい、誰だこいつと思ったら、本当に見たこと、髪の毛ツンツンのギャル男が縦乗りで皿洗ってる。おいせおいせおいせ、まあ、僕の中ではもうトランスの音楽が流れてたんですよね。ギャル男だったんで、はい、で当時あのバイトしてる人ってなんか夢追ってる人いるじゃないですか。バンドマンやりたい、俳優やりたいとか、で彼にお前は何をやりたいフリーターなんて聞いたんですよ、初対面で。伝説作りたいって言って、はい、俺それで面白いと思ってコンビ組みました。出会いが衝撃的すぎる。そうなんですよ。じゃあ面白いとかそういったセンスがあるとかよりも伝説作りたいってことで、なんかこんなに漠然としてることをまっすぐ言えるやつ絶対面白いだろう。素直。いや、はい、今十何年とかコンビ組んでやってますけど、はいはい、当時まず僕がお笑い芸人を目指すとか、うん、お笑いやりたいなんてぶっちゃけ1ミリも思ってなかったんで、本当そこからのゼロスタートだったんですよ。はい、で1回だけとりあえずライブ出てくれって結構断られてたんですけど、半年断ってたんですよ。1回だけとりあえず試しに出てくれって、うん、お笑いライブ出たら、あのギャル男なんてめちゃめちゃ友達多いじゃないですか、はい、50人ぐらいの会場のライブハウスだったんですけど、友達で満席になって、すごい呼べる力持ってる。で投票制で優勝決めるんですよ、はいはい、全く受けてなかったんですけど、うん、友達なんで僕ら優勝したんですよ。
そうなんですよ。平時力すごい。そうなんですで、俺もあこのままこいつとすぐ売れると思ったらそこからね、10年以上かかっちゃったね。12年ぐらいかかりましたね。はい、あその M1 の3位まで。そうですね。はい、M1 もあれなんですか、投票制。まあ、審査員の方も、ね、まあ、そうですね。M1 の審査員的ギャル語だったら優勝です。審査員ギャル語。確かにね、それだともう満票ですよ、本当に。ポジティブツッコミ。そうですね、はい、いわゆる、はい。何にでもポジティブに答えてくれる。何にでも。まあ、そうす。言ったら何でも言ってみてくださいよ、はい。何でもいけちゃいますから。なんかネガティブを発言してくれれば、僕はすぐにそれポジティブに。あ、すごいよ。まあ、言ったら、おじまるちゃん。おじまるちゃん。でも私も。いっぱい見てるんだから、もうスタンバイしてるよ。はいはいはい、言ってみて。ネガティブを言えばいいです。ネガティブ。ああ、ちょっとカメラが近すぎて、うん、汗がさっきから止まらないんですよね。いや、おじまるさんの汗は輝いてるから、むしろ映った方がいいんだ。あ、なんとなく楽しい、なんか社長も来ちゃった方がいい。私身長が173センチあって大きすぎて悩んでるんですよ。いや、こんなに美しいのにまだ欲しがるだなんて参りました。すごい、素晴らしいですよ。すごい、なんで、ちょっといいね。すいません、ちょっとあの収録中なんだけど、ちょっと寝ていいですか？睡眠は取ろう。いいですね。寝不足は良くない。優しい。いい、優しいな。怒らない。すごい。優しい。これ結構5年前に盛り上がってたんですよ。もう結構擦りまくってたんで。まあでもまあこういうのやってますから。言ってくれればなんで。全然。錆びてないですから。なんか言ってください。もうあのこれ以上髪型が見つからないんですけど。いやもうそれでみんな覚えてるんだから変えるな。いやですもう、イジリーさんといえばですから、警察とか遊ばしたいんですよ。いやいや、もうイジリーさん遊ぶのは下半身だけでいい。いやテレタマのシーンが最高。すごい、なんかこのテレタマのこの時間も放送時間も12時、夜の12時半なんですけど、なんかそれの感じですね。すごい、すごい、なんかこんな楽しい感じで、ちょうどいい時間の芸風ってことですね。ああ、いい質問あります。ちょっとなんかみんなに聞きたいけど、なんかもう欲しがりに来た、確かに。でもあれにして、なんかいい声すぎて、お二人とも最初にお会いした時からなんか声が素敵だなと思ったんですけど。どうもありがとう。ちょっといつもより2トンぐらいちょっとやってますよ。意識は人のフォームを崩すんだ。俺逆に久々にこんなにキャラオンになってるから、最近そんなやってなかった。最近やってない。確かに普通な感じで出てた。私ぺこぱさんっていうのをテレビで見たのも、芸人さんっていうよりもなんかニュース番組だったりとか、あとそのプニルンズ、娘が5歳なんで、プニプニっていうプニルンズっていうおもちゃがあるんですけど、そのプニルンズのキャラクターをされてたりとか、でイメージキャラクターされてたりとか、なんかこう芸人さんってイメージじゃない時が多かったんで、はい、いやだから僕らも M1 で世に出てきたっていう感覚持ってるんですけど、実はそうじゃない人って結構世の中にいるんだよね。だからネタでっていうイメージがもうなくなっちゃってるんですよね。でもなんか素で面白いっていうのすごくないですか？すごいでしょう。すごいでしょう。なんか私もすごいポジティブな基本考えなんですけど、なんか楽しい、面白い。私今日気になってることが、そのギャル王だってお聞きしてからすごい気になってるんですよ。ツンツンの髪の毛だったって言って、それをになんかこうインスピレーションを受けて今の髪型されてる。全然違います。違う。なんか全然影響を受けてない。影響。僕の影響はない。受けてない。これこっちもない。え、なんかこうギャル王になったのかな。いや、これギャル王ですかね。なんかギャル王っぽい髪型。ああ、跳ね方。いや、なんかそれはなんていう、本当にただ目立ちたかったというか。だからお笑いの劇場とか行くと見たこともない芸人さん出てくるじゃないですか。で普通だともう目にも止まらないんですよ。だってなんかインパクトを残さなきゃと思って髪型いじってみたり、メイクしてみたり、靴のかかとにローラーつけてみたり、はい、そういうなんとか目立つ方法。ローラーめっちゃ目立つ。どういうやつだっていうね、分かりやすく、はい、オフな時は本当に地味なんで。そうなの、そうなの。全然気づかれないです僕。え、そうなんですか。はい、その状態で来たんですか。来るわけねえだろ。って言うけど、オーラを出したいならこのまま田園都市線に乗ろう。ちょっとカメラに追ってほしい。でも本当この芸人さんでオフの時ってこうよく気づかないとかあるんですけど、本当に松陰寺さんは待ち合わせ場所に行っても本当に分かんないくらいです。相方さんが本当にあの八甲の横にいないと分かんないくらい。ハチ公の横いるからって言ってくんないと分かんないぐらい本当に通り過ぎちゃったりとかして、で知らない人にトントンで声かけられたら松陰寺さんだったとかめちゃくちゃあるんですよ。そうだから全然テレビ局とも入れないですもん。
いまだに。え、そうですね、言ってもらえないですか。死んだから。で、こう帽子をでペコパチョンジュースって、ああどうする。一回必ず止められますね。はい、でもなんかその声がすごい本当に綺麗で独特で、なんか耳に残るじゃないですか、皆さんの。だからその全部声に、今社長喋ってる。隙間風じゃないの。しっかりしたお時間です。隙間ないです。隙間ないです。でもなんか全部声に多分特徴持ってかれたとか、あれですね、なんか声、それぐらい声がすごい素晴らしいと思う。嬉しいですね。なんか今後もっともっと声の、ね、お仕事とかもされそうだなと思って。そうですか。もうぜひお仕事待ってるんで。お願いします。はい、いい声を届けよう。いい声です。でも全然私大丈夫かな。ちょっとおじまいちゃん、はい、いじりさんとおじまいちゃんに、私は今日は芸人さんを楽しませていただく会だから、うん、芸人さんっていう方たちに触れ合えて幸せなので、うん、でも結構あれだね、芸人さんとD丸社長ってなんか結構いい、なんか面白いで、でも面白いですね。なぜかわかんないですけど、さんま御殿より緊張してます。待ってください。パスが見えないですよね。全部ノールックで来るんで、こっちはやっぱ常にこう反応しないと、いつどこから飛んでくるかわかんないんで、ね、はいはい、大変だ、全部行かなきゃって。確かに、なんかで私も基本なんか全部拾わなきゃって思っちゃって、拾わなくていいっていうのを知らなくて、なんかお話しされた言葉を全部聞いたら、あ、そうなんだって反応するもんだと思ってたんですけど、はい、芸人さんってそうじゃないって聞いたんで、はい、なるべく拾わないようにも今日は心がけた結果、いじりさんにお任せしました。ああ、今拾おうとしたけど何も落ちてもらった。何も落ちてもらった。これなんだよな、トスが上がってこなかったね。構えてこないっていうね。バレーボール得意なはずなのにトス上がってこなかった。俺たちもどんどん拾おうかと思ったんですけど、どんなパスもなんか何でもポジティブに書いてくださるし、どんなパスをしたらいいのかが分からなくなっちゃったんで、なんか素で興味が出ちゃう。でもさ、考えなくていい人ですよね、きっと。その思うがままに、ね、多分発言してくれた方が、はいはい、のが考えなくていいか分かんない。台本なしの方の方が絶対いいですか、はいはい、じゃあそれでいきます。残り10分となりましたので、制限時間で、俺ら制限時間でどこまで結果出さなきゃいけないってこと。一応とら、一応と、収録中に MC が残り10分でーす。新しい、ね、生放送じゃないのね。生放送じゃないのね。あと何アピールする。ルイ・ヴィトンの財布を抽選で1名様にプレゼントします。番組へのご意見ご感想など必要事項をご記入の上、テレタマアプリからご応募ください。3人への質問なども受け付けています。また番組内でメッセージを読み上げられた方には、私たちからも素敵なプレゼントがありますので、皆さんどしどしメッセージを送りください。お待ちしてます。はい、はい、では今週も一つご紹介させていただきたいと思います。はい、もっちさん、60代女性の方、ありがとうございます。イジリー岡田さん、はい、高速ベロの最中にベロをつることはありませんか。なるほど。心配されて、これもあの本当にあのベロの仕事の時はちゃんとディレクターさんに言いますから、これ以上できません。長くて12秒です。12秒、まあまあできます。それ以上なってくるとつる可能性があるし、遅くなりますので、12秒っていうふうに伝えます。だからもう釣るということはもう怖いので、その前に回避する。ちゃんと12秒です、ね、はい、オンリーください。あの、ね、オンリーってベロだけ最後みんな帰った後に取るったりするんですよ。でも12秒ですよ。でも1回よりも2回目が遅くなりますから、ご了承ください。しそうなんですね、やっぱりベロ筋肉なんで全然もうダメです。初めて知りました。、はい、この番組ではこれからも素敵なゲストの方とのトークをお届けいたします。はい、次回も引き続き、ぺこぱさんがですね来ますけども、はい、また元気がいいのか、はい、楽しみですね。はい、それではD丸社長のライフトーク、次回もお楽しみに。